振り返ってみて、コロナでやっぱライブできない時期は続いてたんで、それはすごい不安だったんですけど、今はまたライブとかできるようになって、すごい楽しいなって再確認できたし、ネオジャポのメンバーになれて活動することができて、すごい幸せだし、自分がやりたいことをできているのが楽しいです。いろんなアイドルさんがいると思うんですけど、自分はかっこいい曲で踊ったり歌ったりするのがすごいやってみたかったので、ネオジャポの曲がめっちゃ好きなんで、やっぱライブやってて楽しいなって思う瞬間がいっぱいあるんで幸せです。配信ライブってやっぱカメラと向き合ってライブやるので、いつもやってるのと全然違うんですけど、なんかその分なんだろう、カメラの見せ方とか考えたり、もう配信ライブをやって新しく来てくださった方もいるので、やってよかったなって思います。でも常に緊張してるんですけど、でもメンバーの中では一番しない方かもしれないんですけど、この前のツアーファイナルは緊張しました。ツアーってすごい曲数をやるんですけど、なんだろう、曲によってなんか最初の方はなんか体力大丈夫かなとか、そのこなすことに必死だったんですけど、だんだんとその曲ごとに自分が考えたことをやろうってより意識してできるようになって、ちょっとずつ余裕が出てきた気がします。やっぱそれこそライブだとしたら、その YouTube に上げられてるライブ映像だったり、そういうのを自分で見た時に、自分練習の時の方ができてるなと思うことがすごいたくさんあって、それが毎回多いので悔しくて、自分もっとできるのになって思うことが結構あったので、でもそう思うだけじゃやっぱ成長しないなって思って、次はその悩みがなくなるぐらい自分ができるさらに上を目指していきたいなって思ったのと、メンバーのためにネオジャポを知ってもらえるために、自分は今何ができるんだろうってすごい悩んでるんで、それを何かメンバーのために、ネオジャポのためにできる何かをやりたいです。中は本当すごい良くて、楽屋とかも常にうるさくてよく怒られちゃうんですけど、今後どうなっていきたいとか、そういう真剣な話もちゃんとやってて、みんなが目指してるところってすごい上だなと思うっていう話を聞くと、すごいワクワクするし、同じ気持ちのメンバーとやってることがめっちゃ嬉しいです。あのネオジャポとしてさらに大きいステージに立ちたくて、アリーナとか武道館、ドームとすごい大きい夢だと思うんですけど、みんな5人も口揃えて言うぐらい本気で目指してるんで、頑張りたいです。今ライブやってて全体通してすごいいいんですけど、次個人個人のキャラクターというか個性がまだみんな分かってない方も多いし、もっといろんな場面で出していきたいなって思ってます。私はなんかよく言われるのが、なんかおとなしそうに見えて意外にめっちゃ踊るねみたいな、激しく踊るんだねって言われて、コミッションに持ってくれる人がいるので、そういうのも出せたいし、なんだろう、殻を破ってもっと自分をアピールしていきたいです。私が常に、てかこれは普通だと思うんですけど、
決めてることがあって、それは日常とかで、まあ、活動でもそうなんですけど、なんだろう、悩んでる時とか悲しいことがあったとしても、それは絶対にアイドルとして表に出さないように、ライブもそうだし他の場面でも気をつけてます。なんか来てくれてる、応援してくれてるに、応援してくれてる人に対して全力で応えたいっていうのがあるんで、ライブも手を抜かずに全部やってます。なんか私たち台湾ライブとかの時にたくさんアイドルさんがいるので、どんだけ自分たちのグループが印象を残せるかって思って、今日も戦うぞっていう気持ちでやってるんですけど、それはもちろんこれからもいろんな人と戦っていきたいし、なんか今年はなんか弱い自分がたくさん見えたりした時もあったので、その弱い自分とも戦ってもっと強くなっていきたいです。なんか前まで自分ができなかったりミスした時とかはやっぱ落ち込んですごい引きずってたんですけど、それがなんか最近はメンバーとかにも助けられて、前より引きずるとかじゃなくて次頑張ろうってポジティブになりました。メンバー5人も5人ともすごいいろんな話をしてるんですけど、私たちはもっと今より大きいステージに立ちたいってすごい思ってて、武道館とかアリーナとかドームも立ちたいし、絶対に本当に叶えたいなっていうふうに思ってて、あとメディアにも出てもっとネオジャポを知ってもらいたいし、自分たちはが目指してるところって本当に大きくて難しいっていうのは分かってるんですけど、この5人でこの5人だったらなんかいけんのかなって思う時があるんで、そうメンバーといても思わせてもらえるし同じ気持ちなので、絶対に立ちたいって思ってます。やっぱ自分にもまだ足りてないところもすごいたくさんあって、もっといろんな自分を見せていって知ってもらって、今はメンバーに頼ってしまっているところもあるんで、もっと自分が成長して次は引っ張っていけるような立ち位置になれるように頑張ります。なんかいろんなことで悔しいと思うことがあるんですけど、あんま自分が言ってなかったことがあって、なんだろう、ライブ終わった後に、SNS とかでエゴサとかするんですけど、なんだろう、その時に、なんか一人のいいとことかを書いてくださる方がいて、でその時になんか自分のところはなんか なんかライブ書いてくれてたんですけど、ライブ見て思ったことじゃないようなことだったので、自分はその人にとって何も残せなかったんだなと思うと、まだ何もできてなくて悔しいなって思いました。とも頑張りたいです。
ネオジャポになる前から知ってくれてる人も、ネオジャポになってから知ってくれてる人もいると思うんですけど、こうやって応援してくれてることがすごい嬉しいし、やっぱ応援してくれる人がいないと自分もここにいられないなって思うことがすごいたくさんあるし、それをいろんな場面で感じさせてくれるので、みんながいてくれて嬉しいです。これからも長く応援されたいし、もっと数えきれないくらいたくさんの人と出会っていきたいと思ってます。2020年はコロナとかもあり、思うように活動できなくて大変だったりもしたんですけど、たくさんネオジャポ新しい曲も出せて、 MV も出せて、すごい大変だったけど幸せでした。なので2021年はもっと大きいところに立って、ネオジャポの年にしていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。